皆さんこんにちは、ナオです。いつも私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます。 RK の動画、これで10本目になりますが、今回はシールドを制作していきたいと思います。ベースとして使用するのはマスターグレードのガンダムエクシアのシールドです。これなんですが、結構 RK と形が似てるんですよね。だからこれにパテを持って形状変更して作ることにしました。この形状なんですが、 RK のね動画をずっと見ていただいてる方にはもうなんかおなじみというか、またかっていう感じだと思うんですが、今回も持って削るを繰り返していきます。まずは削る場所が分かるように直接鉛筆で書き込みました。そこに沿って、まあ、いろいろナイフ、あとヤスリ、それにこれもナイフだね。で、何これ、セラミックのやつね。デザインナイフだとちょっと刃が小さいので普通のカッターナイフが便利ですね。削っていくうちにどうしても下書きが消えてしまうので、書き足しながらどんどん進めていきます。今使ってるおにぎりなんですが、このRKのために購入したんですが、かなりね活躍してもらってるので買ってよかったなと本当に思ってます。シールドの中央の部分なんですが、ここはちょっとパテだけだとね形が出しづらいので、プラ板で作ることにしました。はい、こんな感じで中央に切り出したプラ板を貼りました。これを貼っただけでね結構形が出しやすくなりました。今回使用したパテですが、縦の中央の部分、芯の部分はウェーブの軽量パテですね。それでその上にタミヤの即硬化パテですか、緑の箱のやつね。だからちょっと見た目が悪いんですが、まだら模様になってます。この時点で形はほぼ出てるんですが、結構傷、細かい穴とかがね目立ったので、パテを持って削るを繰り返しました。シールドの表側は全てパテでね埋まってしまってるんで、一見エクシアの盾っていうのは全くわからないんですが、裏側はねもうエクシアそのまんまっていう感じです。はい、これでパテの削り出しは終わったので、これから GN 粒子発生装置を作っていきます。この GN 粒子発生装置なんですが、 HG のキットでは可動式になってます。ただねちょっとこれ展開した時に、まあ、私の意見としてはかっこいいとはちょっと言えないね。なので今回は展開をさせることはせずに、まあ、一応別パーツで作って塗装はしやすくねすることにしました。腕のマウントパーツなんですが、これもエクシアのパーツを一部使用します。このマウントパーツ結構独特な形をしているので、まあ、使うのは基部の部分だけですね。はい、ここで気づいた方いるかな。これ加工しようと思ったんですが、加工しないといけない方を捨ててました。危ないですね。実を言うと腕にレールっぽい構造を仕込んでるんですね。そこにシールドをマウントできるようにコの字型プラ棒を基部の方に取り付けます。この構造なんですが、結構腕と縦の間に隙間ができてしまうんですね。だから、ま、とりあえず今のところはこれで仕上げるんですが、今後また磁石をね仕込んだりしたりとかいろいろ考えてまた作り直すかもね。はい、マウントが完成したのでとりあえずつけてみますね。こんな感じです。
まあそんなには悪くないと思うんですが、どうでしょうか。はい、続きましてサーフェーサーを拭いて傷のチェックをすることにします。はい、1回目のサーフ拭き終わりました。サフを拭く前に2回くらいパテを使って傷を埋めて削ってっていうのをやったんですがね、まだ結構ありますね。それで今回は高密度タイプのパテを使うことにします。こっちの方がね、滑らかでこういった穴とかにはうまく入っていきやすいと思います。この傷を埋める作業が終わった後にもう一度サフを拭いて完成になります。今この状態では筋彫りなんかは入ってないんですが、全体のバランスを見ながらね、今後そういうのも入れていきたいと思ってます。はい、というわけでシールド完成しました。今回の盾の製作ですが、形がね結構シンプルなので意外とすんなり作ることができました。今後のアルケの製作の予定ですが、今腕をちょっと形状変更してます。あとやらないといけないのは肩アーマー、あと足はもうスカスカなのでそこもやらないといけないですね。あと頭の削り出しが残ってますね。それ以外のところもまだかなり作業が残ってるので、デザイン工を参考にして作り込んでいきたいと思います。さて今回のアルケいかがでしたでしょうか。これからも頑張って制作していきますので応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。